登場したところで乾杯に移りたいと思います。乾杯の音は浅地プロの同級生で、あのジャンプスポーツでダウンタウンの浜田さんのお気に入り、ゲンちゃんこと時松ゆう子プロにお願いします。お疲れ様です。全く聞いておりません。まあ、ちっちゃい頃、僕が小学校6年生の時に初めて日本ジュニアゴルフ協会の試合に初めて全国大会行ったら、もう浅地はもう何ですかね、まあ、常連というか、もう常に優勝争いしてて、まあ、僕が、ね、あの静かに行ったような形になって、そこからはずっと付き合いさせてもらってて、まあ、18で陽介がもうシードを取りまして、まあ、僕がね遅れ気味でシードを取ったという形なんですけども、まあもう勝つのはね分かってましたけど、まあ時間の問題でもうあっという間に勝ちに、はい、まあ、長いのか短いのか分かんないんですけど、もう本当に何も聞いてないんで、それぐらいでよろしいですか。はい、今日、ここに来てくださった皆様の、ご健勝とご多幸をお祈りして、また陽介の今後の活躍を期待して乾杯したいと思います。乾杯。浅地君の紹介に来ています。見てください。絶対にプライベートでは来ないような敷居の高めな、めちゃめちゃうまそうなレストランで、高めだよね、やばいよね。本日のね主役の、浅地陽介選手の奥様、美人奥様ともこさんです。なんて美しいんでしょう。美しい、素晴らしいです。一言お願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。他人もこんな感じで、はい、ありがとうございます。綺麗な奥様でした。ありがとうございます。立役者、浅地プロの、勝った時のキャディをなさってる、自己紹介お願いします。ダイヤモンドカップで浅地さんのキャディーやらせてもらった中川雅也です。雅也さんです。はい、ショータイムゴルフいつも見てます。見てもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。まずね、今回ですね、ご紹介に普段レギュラーツアーでも活躍されているこのお三方いらっしゃいました。いらしてくださいました。まずはじゃあ右から泉田大地のところです。この間はありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。そしてテレビ番組でもおなじみの時松隆子プロ、初めて見ました。ゲンちゃんそして日本オープン覇者南森ゆうきプロです。国民的ネタです。そこで拍手は俺プロだから。どうですか、楽しんでいただけてますか。はい、食事もどんどん取っていただいて、はい、飲み放題なんで、はい、どんどん飲んでください。ですね、浅地プロの、杉並学院時代の同級生、そして専属キャディも去年まで専属キャディやってました。金村明則と申します。金村さんです。ちなみに浅地プロが勝ったダイヤモンドカップは私、大妻仁一郎プロのキャディもおりまして、はいはい、まあ、一応8位タイ、8位タイ、浅地プロの1個前の組で、まあ、宿敵ワイヤーをせき止めたのは私たちというプレッシャーの圧をかけまくって、こう浅地が勝つように仕向けた、まあ、本当に感謝してほしい。影も役者というか、今回は女子プロの華やかな方々にも来ていただいてます。自己紹介お願いします。はい、女子プロゴルファーの堀夏香です。堀夏香プロです。はい、ありがとうございます。の妹の堀琴音です。堀琴音プロです。こんにちは、松森京香です。松森京香今日はありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱいご飯食べててください。ありがとうございます。もぐもぐタイムなので少々お待ちください。僕が、ね、最初にショータイムゴルフ出た時に一緒に回っていただきました。スイングがとっても綺麗なマサノ有美さん。お久しぶりです。お参加します。お参加します。一言お願いします。一言ベンツ買ってください。お願いします。柳瀬の営業マンです。ということで、すいません。お願いします。
まず、まあ、浅地洋介プロ、ご存知の通り杉並学院出てるんですけれども、中学の後輩が僕で、さらに後輩篠祐樹プロです。篠祐樹です。プロゴルファーです。よろしくお願いします。一応プロゴルファーやってます。あの、僕よりは間違いなく稼いでます。ぜひ今度紹介のゴルフに出たいです。いつも見てます。ありがとうございます。はい、勝負はいいや。うん、大丈夫。おい、大丈夫、もう一本。おい、俺は、ではここでインタビューが始まります。そして泉田プロは、その恵まれた体格からかなりの飛距離が出ると伺っていますが、アマチュアでもできる飛ばしのポイントを教えてください。そうですね、しっかり振り切ることだと思います。しっかり振り切るの、はい、フィニッシュの場合振り切ることですね。いや、わかった、なんか思い切り振ることだと思います。皆さんご理解いただけましたか？4年間フェアウェイキープ率1位を保持していらっしゃいますが、フェアウェイキープをし続けながらある程度の距離を出すのには、何をポイントを意識しながらどんな練習をされていますか？負けないようにしないです。今日は男子プロゴルファーの方だけではないんです。なんと女子プロゴルファーの方々にもいらっしゃっていただきました。はい、今日このような会に参加させていただいて、優勝した浅地君、そしてこの空気感を見て、やっぱり私も今シーズン優勝したいなと思いました。目標は優勝ということで頑張ります。はい、こんばんは、松森京香です。浅地君優勝おめでとうございます。私も浅地君に続いて優勝目指して頑張りたいと思います。ありがとうございます。皆さんこんばんは、女子プロゴルファーの堀琴音です。浅地さん優勝おめでとうございます。私と浅地さんは実はマネジメント会社が一緒で、このような会社になりたいので本当に嬉しいです。私も浅地さんに続き頑張ります。皆さんよろしくお願いします。浅地プロに最終日の心境などをお聞きしていきたいと思います。最終日の心境、寝れたんですか？普通に寝れました。もう普通に、それこそ泉田プロ、そう、今いないんですけど、秋吉師匠です。はい、なんかと一緒にご飯食べて、はい、まあ、そのままもう歯磨きもせずに寝るぐらいの勢いで寝ました。ちゃんと歯磨きはされしましたよ。ちゃんとしました。よかったです。一言も喋らなかったという奥さんのコメントがテレビでも流れたと思うんですけども、はい、本当に喋らなかったんですかね？喋らなかったというか、妻と、僕の母は、その東京から通って応援してたので、あ、そうですね、スタートギリギリにならないと会えないんです、ね、あ、そういうこと。まあ、なので、まあ、おもすと話すタイミングはないですよね。最後、何ホールか、危ないパットが続いたと思うんですけどね、はい、その時は覚えてますか？覚えてるところもあるし、覚えてないところもあります。その覚えてないところというのは、ちなみに18番の最後のパットは、どうやって入ったか覚えてなくて、で、家帰って録画を見たら、めちゃめちゃ左口からこう入ったんです。そうですね、あんな入り方でよく左に入ったと。すごいガッツポーズでしたよ。いや、でも打った瞬間入ったと思ったんですよ。入ったと思ったのが左に曲がってたのは全然覚えてない。途中ロングホールティーショットを大きく右に曲げて、はい、林から出してきて3段目を左に曲げてアプローチを大きく落として、はい、パーパット結構長いパーパットだと思うんですけど、はい、どういう風に脱出していいのかまず分からないし、はい、優勝争いしてる時のプレッシャーの中ではその心が折れてしまうようなことだと思うんですけど、その時の心境っていうのは、いや、もうあそこ10番ティーショット握った瞬間にもうめちゃくちゃイライラ腹立って、ちょっとそれこそ今カディそこにいるんですけど、はい、マスクマスクマスクなんですか、はい、まあ、僕の場合は結構ガンガン叩くことが普段多いんですけど、まあ、あんま良くないことなんですか。そうですよね、あんま良くないことなんですけど、普段ガンガン叩いちゃうんで、まあ、でもそれで最終日は結構セーブしてて、さすがにだって野球でもファウルボールぐらいの勢いで右に飛んでたんですよ、はい、それで、ね、ありえないじゃないですか、はい、でもうイライラしてたんで、
ちょここで浅地プロがダイヤモンドカップ優勝した当時のクラブセッティングをご紹介したいと思うんですけど、ゴルフクラブを今日持ってきていただいているということで、その当時優勝した時は どういうセッティングだったんですか？これオノフの、まあ僕オノフを使ってるんですけど、日本一曲がんないドライバーですから反応薄いんじゃないオノフの黒っていうモデルをこれを使って、まあ、優勝 しましたね。ツアレディの7円ですよ。まあもちろんいろいろ試しますけど、まあ、これは高校生の時から使ってるシャフトなので、一番馴染みがある。一番馴染みがある。7番ウッドか、U の3、はい、これどっちかを入れて、だからこれは2本同時に入れることはないです。はい、はい、この U の3か7番ウッドでまず悩んで、プラス U の4見えますか？はい、見えます。 U の4と5番ウッド。アイアンは中空ですかね？中空です。あのまだ今中空ですね。皆さん9月に9月発売、はい、出るので9月に発売されるそうです。皆さん、あの浅地スピードファンだったりゴルフに興味がある方はぜひお買い求めください。ぜひぜひ買ってください。あの僕の契約金買ってぜひ。はい、では続きまして浅地プロへの質問コーナーに入りたいと思います。挙手をお願いいたします。はい、はい、はい、いらっしゃいますか？はい、お願いします。奥さんとはどこで知り合ったんですか？妻とは名古屋です。名古屋。僕が試合中試合に行ってる時に、まあ知人の紹介って言ったら分かるよね。はい、それありがとうございます。では答えを言われる前に少し遅れてしまいましたが、浅地プロ5月24日が26歳のお誕生日ということで、ツアー初優勝と合わせてお祝いをさせていただきたいと思います。ではケーキの方を持ってきてください。お願いします。ハッピーバースデーツー、ちなみに今何を教えられて、すごい転がりが良くなったように見えるんですけど、右指導が多いらしかったんで、ちょっと左手指導で、左手でもう左手一本で打つようなイメージをちょっと今さしてるんですけど、転がりいいですよね。やっぱパターは一番フェースローテーションあまりしない方がいいかなって。転がりが、はい、だいぶ変わってきたかなって思うんですけど、どうですか？どんな感じですか？もうめっちゃ勉強になりました。あ、勉強になりましたか？どうですか？いや、いいパッティングしてます。何をちなみに教えられたんですか？だからまっすぐ引いてまっすぐ出す。あ、基本的なことですかね、はい、一番最初の。そうですね。浅地君のところはなんかちょっと変わった練習始めましたね。簡単で持っていますね。ちょっと聞いてみましょうか。はい、すいません、失礼します。通常練習してるんで邪魔しないでもらっていいですか？あ、怒られちゃったんでちょっと退散します。ではですね、本日このような会を開いていただきました、竹内輝樹プロ、浅地プロの杉並合戦ゴルフ部の後輩なんですよね。竹内輝樹プロより一言ご挨拶いただきたいと思います。竹内プロ、前からお願いいたします。ただいま、紹介いただきました竹内と申します。今回この素晴らしい会場を、お貸しいただきました三浦様、美味しい料理を作ってくださったシェフの皆様、本当にありがとうございます。
そして、こちらの先輩であります浅地洋介プロの祝勝会に、皆様お越しいただきまして誠にありがとうございます。ちょっと今の死の方の僕の一番いいです。このような会がですね、ゴルフ界でいっぱい広がって、男子ゴルフ界、女子ゴルフ界もそうですけれども、どんどん、人気が出てくれるきっかけの一つになればいいなと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。本日は誠にありがとうございました。皆様お忙しい中、僕の祝勝会、誕生日会にお越しくださいまして本当にありがとうございました。今回のダイヤモンドカップの優勝で全英オープンの出場権を得ることができたんですけど、子供の頃からその世界の4大メジャーに出ること、優勝することが夢だったので、その夢に一歩近づけたのかなと、すごく嬉しい気持ちで終わるんじゃなくて、しっかり全員オープンで結果を残して、日本に帰ってこれるように頑張ってまいりますので、皆さん、応援よろしくお願いいたしま